まあ、ご存知かどうかわからないですけど、まあ、うちはね、うちのお店は福井県にあるんですけど、まあ、福井といえば一番こう印象が薄い県でも有名ですよね。まあ、聞いたことは当然あるでしょうね。ただ福井っていざどこにあるのって言われて、わからない方って結構いらっしゃるんじゃないかなと。まあ、私の人生経験でもやっぱりね、かなりの方がね、福井ってっていうね、場所が多くて、まあ、知ってらっしゃる方は当然ね、まあ、どっちが多いのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、なんせね、福井といえば、日本でもね、一番こういまいちこう印象の薄い県なんですね。そういう県です。まあ、どうしても日本海側ってそうなりやすいんですよね、きっとね。住んでて分かりますけど、やはりね、曇天が多いのと、降水日が多いのとね、あと雪は降りますし、どうしても住みづらいところからは人が減っていくと、どうしても太平洋側のね、まあ、東京なんか関東平野なんかはね、やっぱりなんだかんだ言ってすごい住みよいからあれだけ、ね、人が増えてますし、まあ、大阪にせよ、名古屋にせよ、やはり大都市っていうのは、ね、神奈川にせよね、やはり住みやすいから人が増えるってことですよね。そんな中でもね、今日本の人口ってすごい減ってるじゃないですか。今減ってるんですよ。で、私ね、住んでるのが福井県の鯖江市。あ、ごめんなさい。今住んでるのはね、福井県の東尋坊っていう名所の観光地の近くなんですが、まあ、私生まれは鯖江市なんですね、福井県の。で、鯖江といえば、まあ、唯一ね、これで知ってる方多いんじゃないかと思うんですけど、メガネ。もうメガネの街鯖江っていうのがあって、まあ友達の半数以上は何らかの形でメガネに関わってる仕事、お父さんがね。で、私の今のこういう関係でもとか、お客様でもね、やはりメガネ関係ですごく多くて、まあメガネの街っていうのはね、ご存知の方いらっしゃるかと思いますね。国内シェア確かね、90%だったかな、その生産のね。世界シェアも確か70%ぐらいあったんじゃないかな。まあ、なんせね、まあ、鯖江に住んでればメガネなんですよ。これだけマイナーな県ですから、そのマイナーな県のマイナーなね、鯖江市というのも当然、人口はみるみる減ってるんですね。で、私の実家で、その鯖江市のごく、もう山の中の一番奥底にあるとこなんですけど、まあ、とあるね、川があるんですよ。そっからね、上流1キロぐらい、川を境に上1キロぐらいのところなんですけど、もうね、確かね、もうなったのかこれからなるのか忘れたんですけど、もうね、もうこれから家を建てないでください。なってるんです。まあこれ結局インフラの整備ですよね。住んでる人に対してのインフラの整備っていうのはお金かかっちゃうから、とりあえず今からはもう建てないでくださいねっていう、まあ、苦渋の決断だと思うんですけど、まあ仕方ないかなと思います。私が住んでたね、そこでももうね、お年寄りしかいないですし、空き家だらけです。もう見事な過疎化が進んでますよね。私の両親もね、まあもうだいぶ年老いてますけど、やはり住んでますしね、あと何年いるのかも正直わからないとこですよね。まあそういう世帯がすごいたくさんあって。で、やはり不便ですから、そこに残って、そこから仕事に行くっていうのも少ないし、やはり地方から都会の方に出て、そのまま就職して家庭を持ってそこに居座るって方も当然すごく多いですしね。あ、まあこれが今の現状なんですね。まあ話すごいそれちゃいましたけど。これは知らなかった。 エイトチョコレート知ってますか？コンビニとかでもまだありますよね、これね。結構有名ですからね、古田のエイトチョコレートって。 これね、知ってるでしょ。これね、メガネだそうですよ。 確かにね、これをメガネと申して、こう、サバエイトチョコレートっていうね。うまいことやりましたわ。これなんだこれ。なんかあるよ。こうか。こうだ。考えますな、いろいろ。なるほどね。さあ、これを、あれだ。こうやって遊んでくれと。ね。サバエだけに。ね。
サバエイトチョコレート食べようかな。うん、またチョコレートもらいました。皆さんこんにちは、ガガノタカシです。今日のお話は、ちょっとうちの方であったお話で、特にね、だからどうのって話でもないんですよ。オチも多分ない話になりますが、こんなことがあったっていうのを聞いてくださいね。うちに、アクセクじゃないな足毛に通ってくださるね、とあるお客さんいらっしゃるんですけど、やっぱりこうラジコンの世界はね、何度も言いますが割とニッチな世界になりますんで、結構会社なんかでねラジコンやってるっていう風に周りに言うと、え、ラジコンって何って思っちゃうみたいな感じになりますよね。だから堂々と言えない、ラジコンやってるんだって堂々とね言えない方も多いんじゃないかと思います。その方はただね、それ分かった上でやっぱりね、仲間を増やしたい、で自分がめっちゃハマっててすごい面白いから、なんでみんなやらないんだろうって、こんな面白いことがあるのにって ね、もし興味あるんだったら一回やってみればいいのにっていうのはどっか常日頃ね思ってらっしゃって、めげずにね周りをどんどん誘ってるんですね。そういう方いらっしゃるんですけど、同僚の方がミニ四駆をねやりたいって言うんで、あれ確か今行ってるとこってレディオがかってミニ四駆やってるんだよねっていう話を聞いたらしいんですよ。おお、やってるよって言って、でもどこで買おうか迷ってんだよねって、やっぱ上信電機かなとかねいう話になるわけですよ。行きやすいですよね、上信電機は。でも在庫ってどうなのっていうお話を聞いたらしくて、かなりあると思うよって。その方はミニ四駆やってらっしゃらないですから、うちにいっぱい在庫置いてあってもいまいちミニ四駆の情報はよく分かってないですからね。私に聞いてきたんですよ、ここってミニ四駆どのくらい置いてある方なんですかって言って、私もすかさず言いました。めちゃめちゃ置いてありますってすごい置いてありますよって。だからもう大概のものは揃うし、結構レアなものもねまだ積んであったりするんで、ぜひうち買いに来てもらったら嬉しいですねっていう話をしたらしいんですね。で連絡をして連れてきてくれたんですよ、そのお客さんを。たまたまねその入ってきた時にね、それがどうか分かんないんですけど、私が今こう座ってる場所、私の作業台なんですよ、ラジコンの。でこの周りに結構ねお客さんいらして、こういろいろワイダン雑談してる状況って結構多いんですけど、そういう状況の時にね入ってこられたんですね。でご説明して、で帰っていかれましたと。で後日そのいつもうちの常連のね来てくださるラジコン頑張ってる方に、どうでしたって言って、お店の雰囲気とか何か言ってましたって言ったら身内感半端ねえってとてもちょっと入っていけないってね言われたそうなんですね。なるほどなと思って、それに関していくつか思うことがあって、それをねお話しようと思うんですけど、確かにね身内感は相当出してると思います、うちね。で特に、私はほらお店の人間じゃないですか、しかもなんかねもうただのほらラジコ屋の親父ですから、こうスタッフプレートつけていらっしゃいませとかってキリッとやってるってことはないですよね。でその方言ってるの、確かにねもうね身内なんですよそのうちも来ていただける方っていうのはもう正直もうはっきり言って身内なんです。だから身内感半端ないって思われるのは事実なんですね。間違いないんですよ、間違ってないんですよ。でそうですね、もっとね例えば規模が大きくてうちのね商売が上手でね、もっと場所はこんな辺鄙な山の中じゃなくて、街の中にあったりして、しかも私がねキリッとねしていて、他にもスタッフがいてスタッフプレートつけて、なんかねいらっしゃいませこんにちはとか、そういう対応させてもらったらね、それはなかなか感じづらいんじゃないかなって思うんですよね。ね、多分私とそのうちの出入りしている常連さんが仲良く話している様子を見て、やっぱりね身内感が強い
って思ったんでしょうね。まあ、今現存するとこだとね、例えば矢田部アリーナとかね、すごいしっかり商売やってらっしゃるとこですと、まあ、そんな、ね、お客さんと店員がこう座ってね、ここでこうワイ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 こうくだらない話なんかしてる雰囲気なんておそらくないでしょうし、まあ、身内感っていうのもね出づらいんだろうなって思ったりとか。でも実際そうですね、まあ、各都道府県に1個あるかないかですよね、ラジコンサーキットって。でしかも規模の大きいサーキットの方が少ないんですね。まあ、昔なんかで言ったかもしれないですけど、例えばね、まあ、ラジコンも世界さらにもうニッチっていうのもあるんで、あのスキーとかスノーボードあるじゃないですか。でそれで例えばアルペンとかねに入っていくんだったら別にそんな身内感も何もないですし、まあね、大きなお店ですし、まあ、社員教育もねしっかりしてますし、誰でももう気兼ねなく入っていって買い物をして、で遊びに行く、ね、車なんかでも普通にディーラーなんかに入っていく分には別にこう気軽に入っていけると思うんですけど、一歩進んで少しニッチな方ですね。例えばスキースノーボードだったら大会に出るんだと、大会に出るってなっていくとやはり、ね、あの先輩とか仲間であったり技術的指導をもらえる、ね、ショップオーナーさんのところに行くっていうふうにおそらくなっていきますよね。そうなってくるとどうしてもやはりそこは身内感のあふれるところになると思うんです。で車、実車の世界でもそうですよね、まあ、最初普通に生活している分にね、あのどこが壊れたんだってちょっとね、なんかこういうオプションパーツつけたいんだっていうふうにディーラーに出入りしている分には特に問題ないと思うんですけど、まあ、ちょっと突き進んでね、なんか車、実車のドレスアップをしたいんだとか、ね、なんか車高を落として、なんかキャンバーをつけてとかね、車のドレスアップとか、まあ、チューニングの方でもそうですけど、そうやってやっていくと、やはり、もっと特化したお店ってありますよね。で、まさしくラジコンの、このサーキットの世界っていうのは、あからさまに特化してますよね。だからこそ、そういうふうに思われちゃうんだろうなって。でしかも市場がちっちゃいだけにもうそういう逆にもうニッチなこう特化したお店ばっかりになってるんだ、まあ、ごめんなさいね、全国の、ね、サーキットの方でね、あのもっと私なんかよりも100倍上手にねやってて、こう身内感出さないうまくやってるサーキットって、ね、たくさんあると思うんですけど、まあ、私のこのねあの能力のない人間の限界というか、お客様をともう友達だと思ってね、囲うわけじゃないですよ。お客様を友達だと思って一緒にワイワイやっていってやっていこうっていう、どうしてもねもう身の丈が自分がねなんかチェーン店化してこうわーってやっていこうっていう、もう身の丈じゃないの分かってますし、まあ、特に今ね自分で言うのもなんですけど、今残ってこれてるというのは商売のことだけじゃなくって、やはり自分が純粋にラジコンが好きだっていうのと、そういうマニアックってことですよね。それでいてお客様にもマニアックな部分を伝えて、技術的な分とか経験的なものをねやっぱりこう指導していくってなると、どうしてもねアルペンとか車のディーラーではやっぱりなくなっちゃうんですよね。まあやりたくてもやれないですけど。まあ商売って難しいなとか、まあちょっと何が言いたいか分からなくなりましたけど、まあ、結局多少なりともやっぱショックだったし、これが現状だし、まあおそらくね同じような悩みを抱えているね、あのラジコンショップサーキットさんっていうのはあるのかなとか、まあこれからねあの新規層を頑張って取り込むに際していろんな思いをね馳せながらやってるわけですけど、かといってね今実際助けてもらっているねこの常連さんであったり仲間たちをこうないがしろにするというか、今私がこのお店やっていけてるっていうのは間違いなく今来ていただいてる方たちのおかげ、ね、ですのでね、手広く商売しようと思って何らかの形でねチェーン店かなんてやってたら多分もううちとっくに潰れてると思うんですよね。で、まあ、現状を、まあ、私の能力がないのも含めてですけど、現状、まあ、今のラジコンサーキットはこういうことなんだなっていうのをね、ちょっとまた本当に何が言いたいか分からなかったですけども、改めて思った次第です。これを見てね、もしまだラジコンサーキット行ったことない、もしくはちょっと行ったことあるけど身内感が強くって常連さんが固まってて怖くってっていうね思いをされた方ってかなり多いんじゃないかと思います。ですが
お店の人間としてそんなことはね、あの望んではいない、望んではいないっていうのは、そういうふうに思われたら実際現実だけど、どこかでやっぱショックな部分はありますし、でも、常連さんはこれからも今までの100倍大切にしていきますし、でもその常連さんたちもね、新規のお客さん入ってきてなんか物買ったりするとね、変えられた後にこそこそってくるんですよ。え、どうなの、あの人始めるの、嬉しそうなんですよ、何人も聞いてくるんですよ。で、勇気を振り絞ってね、来てくださった方、何度か走らせてね、まだねなかなか打ち解けなくてってなった時に、まあ前もなんかで言いましたけど、後でねこそこそと私の来てちゃんと話しかけてるのかって、ね、ちゃんとうまいこと残るように頑張れよってね、逆にその常連さんみんな言ってください私にね。おそらくこれはうちだけじゃないと思います、全国のサーキットって多分そう、今そういう雰囲気なんじゃないかなと思うんですね。なのでもしね、なかなか身内感がね強すぎてとか、常連さん怖くてってね、思ってらっしゃる方、今うちね来て、くださってる方たちもね、まあ、年齢層的には本当40とか50歳の方ばっかりです。っていうのは皆さんそれだけね社会の酸いも甘いも知ってますし、世の中で立派に、私なんかよりもよっぽど立派にね生きて、いっている方たちなんですね。なので、まあ、もし思ったとしてもね、勇気を振り絞って、一歩ね一歩こう突き進んで入ってもらったら、また、素敵なね身内の中に囲まれるんじゃないかなって都合なこと言ってますけどね、一応そんな思いがあるということでね、まあだらだらとちょっと話の趣旨がまとまらずに話してしまいましたけども、今日のお話でした。今日の話がねもし面白いと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンをお願いいたします。非常に励みになります。またねチャンネル登録の方もよろしければぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。